YouTube、ジャッキーちゃんの幸せ研究所チャンネル登録者数、増加記念と題しまして、アブローラー22回チャレンジ、今月いっぱい2021年いっぱい、やる企画なんですけど、ありがたくね、そういうきっかけをいただいて、本当に人って応援されると嬉しいですし、そのお返しに私も何かしらチャレンジしてね、幸せ研究、幸せ研究って言ってるぐらいですから、じゃあこうしたらいいよ。企画の、筋肉バージョンですかね。もう考えずとも、肉体がね、ちゃんと改造されて、ボディが整ってたらね、本当に心身ともに活発になりますし、お腹出てない、筋肉がちゃんとある、スレンダーな体になってたらね、絶対いいじゃないですか。そういうのをね、検証していく。そしてこの検証期間、大体20日間なんですけど、もうこれ別に年内いっぱいって言ってますけど、今後ちゃんと体にね、例えばシックスパックなり、現れてくるまでやるのもありだなっていうふうに思うんですよね。で、それでちゃんと形づいたらね、本当に改めてこうなりましたっていうふうに言えますから。ということで、第4回目やっていきます。で、今回はこのお茶目なマット敷きました。一時ハマってたんですよね、このエスニックのラグっていうのかな。そしたらちょっとまた証拠りもなくやっていきます。相変わらずね、筋肉痛なんで、また昨日だと15回以降から苦しかったんですけど、そんな感じになるかなって思いますが、じわじわ慣れてきましたからね、やっていきます。変わらず泣きそうな感じですね。今まで20回行きました。もう帰りたいです。自宅ですけど、終わりました。苦しかった、しんどかったですけど、4回目か。正直苦しさの質に慣れてきた感じがありますね。昨日の方が大変だったかな。今日の方がまだこの腕伸ばしてやれたかなって感じですね。腕伸ばしてこうやって負荷かけれたかなって感じですね。で、おそらくですけど、この背筋がちょっと筋肉ついたというか、背筋が慣れてきたんかな、なんかわかんないですけど、ちょっとずつ慣れてきてる感じはありますね。慣れてもらわないと困るんですけど、どうだろう、あと15日くらいか。そうだね、順調ですね。そしていいチャレンジだなって思います。
筋トレねしてこなかったんで筋トレ続かないっていうかね、有酸素運動は散歩したりとかやってたんですけど、筋トレっていうのはねあえてはやってなかったんで、すごくいいなって思いますし、あのアブローラーいいって言われてますね、まあ賛否両論あるかもしれないですけど、僕はアブローラーの信者ではあります。で自分自身で人体実験をして、今後この成果をね掴んでいこうよっていう感じですね。はい、ありがとうございます。